はい、今回はですね、究極のイタリア版誰やねんということで、絶対知らんよな。知ってたらすごいよ。ルイジ・セッペですよ。ルイジ・セペ、セペか、どう？セペですね。いやー、かっこいいですね。91年。あ、このユニフォームはね、ナポリ仕様になってますけど、現在はですね、サレルニターナにいるんですよ。サレルノの番人ですよ。まあ、サレルニターナはね、結構まあネタクラブというか、毎年ね、残留争い、毎年っていうか、去年上がってきたばっかなんですけど、残留争いして、で、監督がね、結構面白い監督で、残留請負人みたいな感じでね、で、残留させたと。で、今シーズンも今、もちろんね、残留争いしてるんですけど、まあまあ、いいところに、いるんじゃないかな、確実にね、勝ち点を積み重ねているような状態やし、まあ、残留できると思うけどね、今シーズンはね、他にもちょっと、やばいチームが結構多めなんで、まあまさかね、このカードを紹介する時が来るなんてね、夢にも思ってなかったんですけども、はい、何歳ですか？30ぐらいか。まあまあいい時はね、まあイタリア代表とかにね呼ばれるような器の選手ではないんですけども、まあまあね、よく頑張ってますよね。まあされるのはね、あれやね、リベリーがまあシーズン途中ですけども引退ということで、でなんかね、本人はもう指導者になりたいみたいな感じで、まあ向いて、まあまあ向いてるかもしれんな。まあ大成功を収められるかどうかは別として、まあ向いてるっちゃ向いてんのかな。だからなんやろ、ライセンスがまだ持ってないのかな。だからまあとりあえずベンチに入るぐらいのかよくわからへんけど、まあでも引退はしましたね。まあ、されるのはね、でもね、システムは352っていう感じで硬い感じなんですけど、確実に勝ち点をね、積み重ねていってるような感じのチームなんで、まあ、南部のチームなんでね、すざましく熱狂的なんですよね。まあ、そこがね、やっぱイタリアやっぱ面白いところですよね。まあ、個人的にはね、ちょっと監督も面白いし、まあ、選手もそれなりには揃ってると思うんでね、ぜひとも残留してもらいたいですね。